皆様こんにちは、50歳で育児中ニューヨークのコリンゴでございます。本日はですねこちら、BJ's に来てます。 BJ's っていうのはコスコみたいな、コスコ、日本だとコストコって言ってるみたいなんですけど、コスコみたいに大型倉庫型店舗の大量にねたくさん買う倉庫型 のたくさん買って安く買えるっていうところに来てるんですけど、うちはねコスコのねメンバーではなくて、ジョンさんがねBJ's の方の会員にね慣れたということで、今日ちょっと BJ's ご紹介したいと思います。以前ねコスコの方も、ブルックリンの方、ね、方のコスコの動画上げてるのでそちらも見ていただけたらと思うんですけど、じゃあ今日はベイビーちゃんもいますので行ってきます。もうジョンさんは大きいカゴを持ってね行ってしまったのでね、じゃあこれから行こうと思います。行ってきます。はい、じゃあ行きますよ。はい。ジョンさん待ってました。はい、ほとんどコスコと変わんないですね。 I know BJ's でかいね。はい、すごいね。 Yeah I know。ベイビー大丈夫か。ですね、シッピングテープをでかいね、がっつり大きく買わないとなんだからね。これ本当に安いのかっていう話なんですけど、ちょっとねジョンさんはまめに調べてどっちが安いのか、一個買いと。It's cheaper. Cheaper? Yeah, it's more, it's cheaper than Amazon. Okay. Amazon よりも安いそうです。まとめ買いだからね、まとめて買うから安く売るみたいなね。あ、こちらはサプリコーナーですね。うわ、でけえ。アドビルとかこんなんで売ってんだ。はい。あ、いやいやいや。I might need vitamin C. あ、いやいやいや。This is their store brand, I believe. Oh, that's the store brand? It's alright. Vitamin C. It's Vitamin C's Vitamin C. Okay. Alright. So, let's check. Wow! 365 tablet? Mm-hmm. So, whole year. Mm-hmm. Yeah, this one's 400 tablets. It expires in 2026, so... Okay. $15 for that. Okay.BJ's も、コスコみたいに洋服売ってますね。すげえなー。ちょっとどうこういうの。あ、あっちにねベイビークローズ売ってるからちょっと見てきます。いやー、なんか微妙、微妙だな。どうなん。いや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 、微妙やな。なんか結構ねお友達からたくさんお下がりもらったんですけど、そっちの方がいい感じ。まあこんな感じでね子供服も売っていると。そしてこちら結構荒らされて、なんだろうか、そんなに安いのかな。まあこんな感じです。ほうほう、でかいリボルバイ、すごいよこれ。さすがやね、でかい。や、大きいとワクワクするね、確かにね。あー、はいはい。やっぱねシリアルもでかい。これチェリオ一つでも大きいんだけど、2つパックだから結構アメリカのお母さん、チリオスを、ベイビーのおやつにしてる人いるんですよね。どうなのかな。でも確かにプライスは安い。
8.99 だから9ドルでこのデカさだからね、かなり安いっすね。まあ本当あれだね、コスコと同じ。もうだってこれとかでけえよこれね。うわすごい。あはいはい、コーヒーとかもさ、このパックどう？これすごいな。だって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 、インスタントコーヒーこんなんだからね。はい。あ、ベイビーすいません。すいませんすいません。これもうストローラーが動いてないと泣くので、おっきい、全部おっきい。大家族には持ってこい。うちらね、小家族なのに。まあでもね、メンバーフィーがすごく安く入れたっていうことでね、ジョンさんね、エッセンシャルワーカーなので、エッセンシャルワーカーディスカウントみたいな感じで、メンバーシップ、すごい安く入れたっていうことでね、ちょっと、ダイパー見てみたいね。ちょっとダイパーあるかな。見てみます。あ、来ました。ハギーズ来ましたね。今息子ちゃんナンバー2を使ってるんですけど、これが186枚で47ドル99。確かね、アマゾンで180枚入りのものが52ドルぐらいだったから、やっぱりちょっと安いのかな。アマゾンよりはちょっと安いかなって感じですね。ただね、これね、日本のおむつとアメリカのおむつの違い、ちょっとびっくりしたんで、これは別でまた撮りますけどね。ハギーズパンパスくらいしかないかな、ここはね。そうね。はい、じゃあこんな感じです。若干おむつは安いから買いに来る価値はあるかもしれないです。で、クーポン使えばもっと安くなるのでね、ジョンさんがクーポン結構持ってる。でっかいから迷ってたけど、ジョンさん見つけました。ジョンさん、あ、曲がり、キックしやがったこいつ。おい待てー、ベビーパパ捕まえるぞ。パパがどっか行っちゃった。パパ、don't do that。すごい。実はですね、猫ちゃんを飼いたいなってずっと思ってたんですけど、私もジョンさんも猫アレルギーがあって、ベイビーアレルギーがあるかどうかちょっとわかんないんですけど、キャットフードも見て、こんなでかいの。すごくない？いやー、なんかね、ベイビーにね、アレルギーが出なかったら猫ちゃん飼いたいなって言ってるんですけどね。はいはい。お、こちらはついにフードセクションになります。おー、どんなげ売ってんのかな。すごそうやね。ほほほほ、すごい、クッキーでかい。わー、すごい、エクレアとかこんな入っちゃってる。わーお、わーお、わーお。パイとかはね、別にまあ8ドル99、普通の値段な感じ。7ドル99とかね。まあでもホールフーズとかに比べちゃうと、ホールフーズなんて4つぐらいで同じ値段だからね。はい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 。うわー、これですよ。これホールフーズでいつも買ってんですけど。いやいやいや、4 then is how much? 7 something, right? I think it's actually about what that is. Same price? Yeah.
これホールフーズで4つ入りの買うんですけど、これ見てよ、$8.99、これで12個入ってる。めっちゃグッドディオ。おや、これはお得だった。あ、クロワッサンも7.99でこの量ですからね、かなりお得です。はい、だけど中にはねそこまで安くないものもあるんです。このポテト、あの5パウンドのポテトが3.99なんですけど、うちのね近所の3.99ねなんですけど、うちの八百屋さんでも同じ値段、3.99だったよな、あれ2.99だったっけな。でもこれはそんなに普通。トレーダージョーズも5パウンドのじゃがいも3.99だったかな、まあ、だからそんなに安くない。ジョンさんやっぱりあのターンオーバー買うそうです。 Yeah, you're gonna try which flavor? Apple one. Okay. パイナップルも2.99で同じですね。激烈安いって感じじゃないです。まあね、そう、ここホールセールだから一個一個はもしかしたら普通なのかもね。はいはい、わお。マッシュルームもこれかなりいい値段です。これこの量で4.79だったらホールフーズってこれ半分ぐらいしかない。トレーダージョーズも最近値上がったんでね、いいかもしれない。あ、ジョンさんチェックしてます、値段の。わー、野菜もね結構いいお値段なんですけど、でかいんだよな。でかいんですよ、3人家族だから。まあ冷凍にしとけばいいんだけどね、これ冷凍だしね。この鶏の丸焼きのチキンなんですけど、やっぱ安い安い。もうこれホールフーズとかだったら9ドルぐらいしちゃうからね、安い安い。うわー、お肉もでかいよ。わー、これブロックで買えないわ、ちょっとな。うわ、 I like the way that this meat is. It's like really thin, easy to cook. It's a bunch of it. Yeah, and then how much is that? $13.84. Okay. Okay, but this is like, that's a lot of, this is heavy. Yeah, I know. That's a lot of red meat. But if you want to get it, I like that. That's an easy kind of meat to cook. Yeah. You want to grab one? Sure. あの、卵もなかなかいい値段なんですけど、見えます？全部ね、ラップされちゃってて、あの、2ダズン買わないといけないんですけど、私は卵を買うときに中をチェックしたいんですよ。だって割れてる可能性があるじゃない？なんでね、ちょっとこれはお得なようなお得じゃないような。わー、オーガニック？ $7.99. That's like Do you want to get it? We use eggs like crazy. Right. Want to get it? I don't know. John さんはクーポンを駆使してるみたいですけど。We drink coconut water. Yeah, we do. But, okay. Yeah, that's pretty good. でもね、大きいね、ココナッツウォーターがいいんですけど、クーポンは小さいのしか適用しないから、あーとか言ってましたね。偉いね、ジョンさんね。これパンダのパッケージかわいいって、これなんだろう、餃子だ、餃子1179。まあ餃子に関してはこれあの冷凍餃子でかなり安いと思うんですけど、餃子に関しては作った方が安い。はい、作った方が安い。パッケージかわいいんだけどね。これ見てください、あそこでも
コスコでも言ったんですけど、このデカさ、ちょっとデカすぎちゃって持てないんですけど、でけえよ、ドラムスティック、いつも買うものより。いや、まあ安いんでしょうけどね。わお、わお、わお、気持ちシュガー。 And then that's cheaper, right?Up. I went, you have a coupon for I went in the BJ's. Fat boy. Yeah. Oh my god, we're gonna be fat boy. It says toffee ice cream sundae bar or ice cream cone. Ice cream cone. Alright. She's fatty. Yay! Wow. Dekai! Yachatta! GG 買っちゃったよ。あの小麦粉が買いたいんですけど、めっちゃでかくてこんなにあっても困るんですよね。となるとやっぱり大量買いよりもちっちゃいの買った方が実は節約になるということでね。やっぱりね、あの各家族、小さい家族の場合ね、ちょっと気をつけないと、あんま大きいのだと安そうで実は節約になってないことがあると。うん、そうね。すごい買い込みました。おえー、これ節約になってんのかな。ということで、BJ's でお買い物しました。これが本当に節約になっているのかどうなるかは定かではありませんが、はい、まあでも確かに使い方によっては安いかもしれないです。でも、各家族、小家族の人は気をつけてください。はい。